ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然ですが、皆様はこの地球上の動物は、全部で何種類いると思いますか？だいたい8000種類ぐらいか？では数えてみましょう。哺乳類は6000種、鳥類9000種、爬虫類1万種、両生類7000種、魚類3万種、昆虫100万種。いや昆虫を。地球ってほぼ昆虫しかいない星だったのか。そりゃ宇宙人も侵略しに来ないわけだ。しかし、進化の最先端である哺乳類の160倍も昆虫がいるとは驚きだな。直感的には、動物って進化すればするほど、その種の数が増えるかと思ったが、そうでもないんだな。この進化度合いと種の数の不一致は、動物のサイズにヒントがあります。要は、サイズの大きい哺乳類は、突然変異が起きにくいので、種が増えないのです。なるほど、逆に昆虫は、小さいから突然変異が起きやすく、種が多種多様に分かれているのか。その通り。一般に、昆虫の種類の多さは、飛行、変態、休眠、という三大チート特性のおかげだと考えられています。これは昆虫が進化しやすく、獲得形質の多さが構成に生きた結果と言えます。ガチャ引きまくって SSR を3つも引き当てたのか。個体としての生態系の頂点は人間だが、種として考えた時の頂点は昆虫だろう。しかし、この昆虫という生物の、その生態は謎に包まれています。例えば、これだけの数がいる昆虫ですが、海には全く存在しません。確かに、空にはいるのに、海にはいないのは謎だな。哺乳類や鳥ですら、海にもいるのにな。100万種もいるのに、陸にしかいないとは、随分とニッチな生物だな。というわけで今回は、なぜ海に昆虫はいないのか、と題しまして、昆虫の大疑問を3つを解説していきます。マリサが、いや解説するのは確かい。では解説していこう。お願いします。一つ目は、なぜ昆虫は巨大化できないのか、だ。確かに人ぐらいのサイズの昆虫って見たことないわね。まずは簡単に生物の最大サイズを比べてみよう。例えば哺乳類最大はクジラで体長約30メートル。魚類最大はジンベエザメで体長12メートル。それに比べて昆虫最大はせいぜい25センチメートルと異様に小さい。単に大きいと空を飛べないからじゃない？生息地に着目するのは、いい着眼点だ。基本的に動物は、海にいる生物の方が大きい。これは海中の方が重力が小さく、浮力が働くのでサイズをどれだけ大きくしても、自重で潰れづらいからだ。陸に住む動物はあまりに大きいと自分の体重を支えられないのね。では空はどうなのか？実は、昆虫と同じく飛ぶ動物である鳥類の最大サイズは3メートルもある。つまり、別に飛ぶために小さいわけではないんだ。へえ、じゃあ一体理由は何なのかしら。全生物が同じサイズなら、最強の生物は昆虫だ、みたいな話をどこかで聞いたことがあるし、大きくなれば、マジで地球を支配しそうなのに、もったいないわよね。これには定説が2つある。1つは、骨がないからという説だ。え、骨ないの？正確には、背骨がないという意味だ。昆虫を含む背骨がない動物は無脊椎動物と呼ばれ、脊椎動物に比べ総じてサイズが小さい。骨がないならどうやって体を支えているの？昆虫は、自分の体を、から、で支えているんだ。これを外骨格という。例えるなら、プリンのカップみたいなものだな。柔らかい中身を、硬い殻で支えている。ちなみに私たち人間のような内側の骨はない骨格だ。じゃあ、昆虫は、殻にこもってるせいで、巨大化できないってこと？端的に言うとそうだ。内骨格の生物である我々脊椎動物は、骨の外側に肉がついていくため、サイズが骨に影響されづらい。しかし昆虫は、自分の骨である殻の中に肉があるんだから、どうしても殻のサイズに影響されてしまう。大きくなろうとしても、殻の内側の肉がパンパンになるだけだ。逆に殻がないと体を支えられないからどうしようもない。これって、成長する中で、殻を大きくしていけばいいんじゃないの？鋭いな。まさに昆虫はこの殻を育てるために脱皮する。骨となる殻が外にあるせいで、殻を脱がないと成長させられないからな。しかし内側に骨がないということは、家で言えば、柱が一本もない外壁だけの建物のようなものだ。あまり大きくしすぎると自分の体重を支えられず、結局は潰れてしまう。なるほど。
でもいくらなんでも最大25センチメートルは動物としては小さすぎるんじゃないの？昆虫って大昔からずっと小さかったの？いや、実は大昔の昆虫は今より大きかった。だから昆虫が小さい理由で、近年有力なのは二つ目の説だ。それは、肺がないから、という説だ。肺がない？じゃあどうやって昆虫は呼吸してるの？気管呼吸という方法で呼吸している。昆虫は体に小さな穴が開いており、そこから気管という空気の管が、血管のように全身に張り巡らされており、そこから酸素を取り入れている。へえ、昆虫って穴ぼこなんだ。ちなみに、この呼吸のおかげで、昆虫には血管がないし、血も赤くない。え、なんで肺呼吸じゃないと血が赤くないの？そもそも人間の血が赤いのは、酸素を運ぶための赤血球内の、ヘモグロビン中の鉄イオンが酸素と結びつくことで、赤くなるからだ。酸化鉄が赤いのと同じ原理だな。しかし昆虫は血液という、水流で酸素を運ぶ、という回りくどい方法を取らなくとも、気管から直で酸素を全身に回せるから、血には酸素が混ざっておらず、そもそも血管が必要ない。血は透明か薄緑が多いな。虫を潰した時の、あの透明な液体は血だったのね。赤じゃないから全く気がつかなかったわ。でもなんで肺がないと巨大化できないのかしら？では話を呼吸法とサイズに戻そう。まず、昆虫は酸素の濃度勾配で酸素を全身に運んでいる。濃度勾配とは、濃度が均一になろうと勝手に混ざる物理現象のことだ。つまり、コーヒーにミルクを入れて、勝手に混ざるのを待つように。昆虫の体の中で酸素濃度が均一になろうと、勝手に酸素が身体中に拡散していくんだ。この呼吸法は酸素供給にエネルギーが必要ないという点で、かなり優れている。つまり昆虫って、皮膚呼吸、しかできないのね。呼吸にエネルギーが必要ないってのは、すごいわね。逆に言えば、生きるためのエネルギーを作るためにエネルギーが必要っていう私たちの方が変なのかしら。しかし、昆虫は肺がないから空気を強く吸い込めない。というか、酸素が全身に行き渡るのを待つしかない。だから体のサイズが大きいと、全身に十分に酸素が届かず、巨大化できないわけだ。体が大きくなればなるほど、体積あたりの空気を吸い込める表面積は小さくなるから。この呼吸法は、表面積が大きく体積が小さい小型生物にしか使えない。なるほど、例えば今から2倍のサイズになったとすれば、空気が必要な体積は27倍だけど、空気を吸い込む表面積は9倍にしかならないから酸欠になるのね。逆に言えば、酸素濃度が高いと巨大化できる可能性がある。実際3億年前の地球の酸素濃度は、今の 1.5 倍だったとされ、太古に生息したメガネウラというトンボは、全長70センチメートルもあったという。取り入れられる空気が少しでも、その分、酸素濃度が高ければ、巨大化できるってわけね。でもね、マリサ。巨大化すると酸素が足りなくなるのなら、殻をうねうねさせて、空気を取り込む表面積を大きくすることで、酸素吸引量を増やすのはどうかしら？これなら巨大化できるわよね？なぜそうはならなかったのかしら？それだと、肝心長い骨格の、体を支える、働きができなくなるだろう。外壁がうねうねした家が構造的に強いわけないからな。なるほど。殻の表面積を大きくすると強度が弱くなるのね。意外とうまくいかないわね。しかし表面積を増やして酸素吸引量を増やすのはいいアイデアだ。まさにそれをしているのが人間などの、肺、だ。人間の皮膚は2平方メートルしかないのに、肺の表面積は70平方メートルにも達し、肺の中で凄まじい量の空気を吸い込んで血管に渡している。まとめると、虫は大きくなると最大の利点である外骨格を活かせなくなるのね。まあ個人的には小さくて構わないけど、でかいとグロいし。では次に行こう。2点目は、なぜ昆虫は海にいないのか、だ。これはそんなに難しい問題じゃないと思うんだけど、さっきマリサが教えてくれたように、昆虫は体の穴から呼吸してるんでしょ？海だったら水吸い込んじゃって窒息死しちゃうから、海には昆虫がいないんじゃないの？良い着眼点だが、それで言うと、クジラは、哺乳類で肺呼吸だが、海にいるぞ。クジラは空気を溜め込んで潜水しているからな。また、一見どう考えても海では生きてはいけなさそうな鳥類でさえ、ペンギンは元気に海を潜水している。そう言われると確かに。そもそもだが、生物なのに、海に同種がいないのはおかしいんだ。なぜなら原初の生命は、もともとは海から誕生した。
海の生物が進化して、陸に上がったんだ。だから今、海にいる生物が進化して陸に上がるよう進化するのは難しくとも、陸の生物が海に適応するのはそこまで難しくないはずだ。なぜなら、その生物のご先祖は、もともとは海にいたんだからな。退化すればいいだけの話だ。ということは、昆虫ももともと海にいたってこと？その通り。昆虫が硬い殻である外骨格を持っているのは、エビやカニなどの甲殻類から進化したからだ。え、昆虫ってもエビとかから進化したの？確かに言われてみれば似てなくもないような。つまり、なぜ海に昆虫がいないのか、という問いは、なぜ昆虫は海に戻れないのか、という進化生物学の難問なんだ。そう聞くと、昆虫って、海に戻ろうと思えば戻れそうな気がするわね。100万種もいるってことは、地球のたった3割しかない陸上で、100万回も枝分かれして進化したってことでしょ？どこかの進化で、サクッと海に戻って、海で大繁殖しててもおかしくないわよね。一体なぜ海に昆虫はいないのかしら？この理由として言われているのは、すでに海には甲殻類がいるから、というものだ。ん？どういうこと？進化前であるカニとかの甲殻類が海にいるのなら、むしろ昆虫も生存できそうなんじゃないの？ふむ、甲殻類がいることからも、確かに海という生態系の中の食物連鎖の中で、昆虫が生き残れる環境はあるはずだ。しかし、その生態的地位、ニッチには、すでに甲殻類が占有しており、入り込む隙がないという説だ。つまり、もし海に昆虫が進出したとしても、先にいる甲殻類と喧嘩して、生存競争に負けちゃうってこと？そういうことだ。しかしながら、なぜ付け入る隙がないのかは未だわかっていない。そこで生態学的な観点でなく、昆虫学の観点から、昆虫がいないのは、海という環境に起因するのではないかという説がある。別の説？どういう説なの？それは、海では殻を育てられないから、という説だ。どういうこと？カニはちゃんと自分の殻である外骨格を育ててるじゃない？カニ、カチカチだけど。カニなどの甲殻類がなぜあんなに硬い殻を作れるかというと、海水中のカルシウムを吸収して取り込んでいるからだ。へぇ、あの殻ってカルシウムでできたのね。カルシウムは骨を育てるってよく言うものね。さて、海水は成分中のなんと 4% もカルシウムが占めている。しかし陸上に進出した甲殻類である昆虫は、陸上にほとんどカルシウムがないことに困ったはずだ。確かに空気中にはカルシウムなんてないし、陸上では岩石ぐらいしかないわね。そこで昆虫が目をつけたのは空気中に約 20% 含まれる酸素だった。昆虫はカルシウムの代わりに、体内の MCO2 という酵素と空気中の酸素を掛け合わせて化学反応させ、外骨格を硬くしている。へぇ、じゃあ海にいる甲殻類はカルシウムで外骨格で育てて、陸にいる昆虫は酸素で、外骨格を育てているのね。うまいこと、それぞれの環境に適応してるんだ。甲殻類が空を飛べないのに、同じく殻にこもっている昆虫が、羽で空を飛べるのは、この酸素性の外骨格だからと言われている。カルシウム沈着の外骨格と比べて酸素は軽くて丈夫だからな。しかしこの外骨格のレシピの違いのせいで、海に進出できないのではないかとされている。海中には、酸素は少なく、満足に外骨格を作れないからだ。へぇ、そういうことだったのね。じゃあ、昆虫もカニと同じ要領で、カルシウムで外骨格を作ればいいんじゃないの？それこそすでに海にいる甲殻類と完全に喧嘩することになる。殻なしのふにゃふにゃの昆虫と、殻ありのカチカチのカニが喧嘩すれば、その勝敗は明らかだ。ただし海ではなく、陸の近い、川などの淡水であれば、昆虫が入り込める隙がある。実際、ザリガニなどは川に進出しているが、いずれも空を飛べず。タガメやゲンゴロウなどの水生昆虫は空を飛べるから、甲殻類に対してニッチを奪い、川に昆虫が生息することができる。要するに、海では昆虫が育たないのね。進化前に勝てない進化後の生物もいるのねー。では次に行こう。最後は、なぜ虫は光に引き寄せられるのか、だ。これも、単に虫には光に向かってまっすぐ飛ぶ性質があるからじゃないの？いわゆる虫の、走行性、だな。これは、人工の光を月や太陽と勘違いしていると言われている。正確には光ではなく紫外線に集まっているという説が有力だ。ああ、確か昆虫は、人間と違って紫外線が見えているのよね。しかしその走行性の理由がわかっていないんだ。
昆虫が人工のライトを太陽や月と勘違いしているのは正しいだろう。しかし、虫が太陽や月に向かって飛ぶことの理由は全く不明だ。確かにそうね。月に向かって飛ぶことが何か生存に有利に働くとはあんまり思えないわね。宇宙飛行士にでも憧れて月に行きたいのかしら？そもそも、本当に光に向かって飛ぶのなら、昆虫は全員昼間に太陽に向かって飛んで、焦げ死ぬはずよねー。この問題に対して昆虫の光源近くの運動を注意深く観察し、一つの答えを出したインペリアルカレッジロンドン、ICL の研究がある。そこで明らかにされたのは3つの意外な事実だった。え、なんなの？研究者がまず気になったのは、虫の下からライトで照らすと、虫はどう飛ぶのかということだった。下から照らす？確かにどうなるのかしら。では動画があるので見てみよう。光に向かって行ったというよりは、虫がひっくり返って、墜落した。では今度は上から光を照らした場合を見てみよう。虫が光に背を向けて、急に上昇したわね。では最後は横から光を照らした場合を見てみよう。虫が光の周りを回っているわね。ではまとめて見てみよう。何か気がつかないか？わかりやすくしたものがこちらだ。一見、光に向かって行っているように見えるわね。それ以外には、あ、虫が常に光に背を向けているわ。その通り。これは背光反射という光に向かって背中を向ける反射的な習性だ。光に背を向ける。なんでそんな習性を昆虫が持っているの？上下を正確に認識するためだ。大きな動物は重力で上下の方向を認識しているが、昆虫のように小さな動物は重力が小さく感じづらい。そのため太陽や月などの光を頼りに上下を認識しているんだ。これは昆虫だけでなく、海中という浮力が強く重力を感じづらい環境に住む魚も同じく、背光反射を持っている。光には本能的に背を向ける。そんな習性があったとは知らなかったわ。つまり、上から光を照らすと、虫が急上昇したように、光に背を向けるように虫が飛ぶせいで、光に向かうように、見えているだけ、である、という説が有力だ。じゃあ、走行性の真相は、一見光に向かって飛んでいるように見える、だけだったのね。光が上だという認識はあるけど、なぜ上にあるかまではわからないから、人工のライトにも背を向けちゃうのね。というわけで解説はここまでだ。知れば知るほど、昆虫ってすごいわね。今回紹介した説以外にも他の説もあるから、よければみんなも調べてみてくれ。昆虫学者ファーブルは、なぜ昆虫学を研究し続けるのか？という問いにこう答えました。他のものを選ぶ暇がない、と。昆虫ってマジで無限に研究できるからな。よく、ゴキブリの欠点は、ゴキブリである、という点しかないと言われる。昆虫は、その小さな体に自然の神秘が詰まっている。昆虫をキモいという人も多いですが、本質は、むしろその逆。昆虫の姿や生態は、自然の究極の機能美ということで、今回の話はおしまいです。ご視聴ありがとうございました。高評価もよろしく。